さんに。ガレリアさんに来ました。やってきました。ガレリアさんは何ですか？光るボール、うん、ライトアップボールあとはワンちゃんのスタンドバッグのカバーで、これ見たことある。あるでしょ。あるある。新しいボールが今回のゴルフショーで発表したんですけど、ライトセンサーで携帯の電気で電気がつく。打たないでもいいの。すごいすごい。前回は打った衝撃で光る球だったんですね。それが最初から光る。おお、すごい。だからずっと光っているんだ。ずっと光っている。約35時間。わー、すごい。だから で消さないとダメですよ。で使わないときは消しとこう。で、なんだっけ、ジェラミー、社長。ジェラミー、社長さん。クレイグ。クレイグ。クレイグ。海外からイケメン。ゴルフフェアに。Thank you。ジェラミーさんのボールの開発者。YouTube。YouTube。じゃあ、中に行きますよ。はい。ダルメシアンのお姉さんがいる。ダルメシアンのお姉さん。そうなんです。海だけゴールデンレトリバーみたいな。そうなんですよ。ちょっと2種類ありまして、あ、こいつね、ダルメシアンの方が人気なので、また大きいのですね。ダルメシアンすごいですね。これはボールが4色。はい、4色になりますね。で、ナイターで使うのがおすすめ。そうです、ナイター4のボールになります。4人でプレーなので、4色で皆さんで色分けをしていただいて使うと。すごい。ライターデビューの時に使っちゃいます。使っちゃおう。明るい。なんか変なボールがある。あ、何ですかこれ。これはゴルフクロスというボールで、ニュージーランドで新しいスポーツで、はい、こちらにティーアップしてもらって打つっていう。これスポーツですか。そうなんです。ストレートに飛んだり、はい、すごい。ラグビーボールみたい。そうなんです、新しいんです。それで最終的にはこちらのターゲットの中に入れていく。なるほど。ドライバーでさ、ずっとティーアップしてた罰ゲームじゅんちゃん1打目ハンデこれねみたいな。やばいね。シューズにつけるマーカーが。そうなんです、ね、私も今足につけてます。こういうマーカーに。はい。お、でカップでこう止まった時にしゃがみますよね。そうなんです。しゃがんで置いて、またステーで一石二鳥に全部スムーズな流れでできる。はい。シューズマーカー。シューズにつけるマーカーです。社長、今回ってるブースにおねだりしていて、そのリンゴルフ のプレゼント企画で視聴者に交換しますよ。あ、やったー、優しい。うちのボールでいい。はい。じゃあラッタさん、この新しいやつに、ね、新しいやつにしよう。練習用品の田畑さんにやってきました。これです。あ、すごい。これあれじゃん、止まるやつじゃん。ちょっと斜め止まるやつですし、これが折れるんです。え、打ったら、あ、しまえた。だってティーとかポケット入れといたりすると刺さる。刺さる、刺さりますよね。爪の間に入っちゃったり、それを解消するのに畳んでコンパクト。すごい。私これ赤です。赤まさにこれ。私これ使ってるかも。あれだ、置くやつね。凍ってる日でも冷えに買った。で、これがそのティーアップ、ドライバーで打つ時の。あ、凍ってる。凍ってる時も大丈夫。オクティークいっぱいいるね。オクティークです。すごいよ。練習器具は、練習器具、練習器具もちょっと行ってみよう。みんな紐のマットを使っていて、紐、はい、こうやって打つ。最初に順目に鳴らしておけば、で自分が打った後こうなる。だからどういうフェイスの入り方したかとか。あ、めっちゃいい。自分のばらつきが、あ、すごい。1回、2回、3回、4回、5回で自分の練習できる。それすごい。練習器具やってみる。やってみてください。じゃあここにボールがあると思って、はい、
今トップっぽいじゃん。あ、ちょっと殴りましょう。わかるよね。あ、ちょっと上手いんだな。いいね、いいね。あ、どうですかね。なるほどね。まあ、だいぶブレてますね。だいぶダフってます。逃げるの練習先に。こういう4つの練習ができて、置き方、これ実際のものがこれなんですけど、立て、一番最初が立てておきます。でこれラウンドしているので真ん中に当たらないとまっすぐ返ってこないです。あ、なるほど。でもう一個はこういうふうにトンネルで入れるんですけど、大体こういうカップがあって見ちゃうじゃないですか、はい、ヘッドアップしてストロークがブレたりするので、左の耳でカップインの音を聞きましょう。カップを見ずに左耳でボールの、カップインの音を聞くという練習があるんですね。3つ目がこれです。3つ目です。狭い。ボールの径のプラス4ミリしかないです。これやばくね。だいたい弾かれちゃうよね。集中しないで、より集中して練習しましょうよというのが3つ目。それいい。で4つ目がこのこれですね。ただの壁なんですけど、あの同じ姿勢を維持したまま何回もストロークすることで、自分のそのストロークの感覚、リズムを、形をしっかり身につけましょうという4つの練習が、うんうんうん、すごい素人のパッドの極意ですね。極意だ。じゃあまず1番目からちょっとやってみます。お願いします。まっすぐ帰ってくるといいよ。頑張れ。減った。
今の、今ので初めてクラブがターゲットに対してインサイドから来たんで、だそれだけ自分のスイングの方なので、はい、こっち向けば自然にスイング軌道はターゲットにはすごいなって。わー、マイナス。やっぱりそうだね。しかもダウンブローになってるんで。お、いいんじゃない？あ、ちょっと減った、ちょっと減った、ちょっと減った。まだ。ジュンちゃん。すごい。レッスン受けてる、レッスン。トラックマンのレッスン受けてます。ヨシさんはスイングを改造してます。じゅんちゃんの動きです。今日一番いい数字、今日一番いい数字出てます。感想は実際どんな球が出てるか見れてないから分かんないけど、あっち打ってんのにあの丸に当たる。そうだよね。私あっちに打ってるけど丸に当たってたから、多分そうやって、ね、体がどうなってるのかちょっと後で見ようかな。そうだね、後で見て、後で会おうかな。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。分析すごいですね。